ガルパがついにコラボ発表までのカウントダウンでもスターをくれるようになった。そういえばもうモニカコラボのなんかあれが出てたね、なんかいろいろやってた。なんかモニカコラボの予想をしようみたいなツイッターキャンペーンでやってて、でもうそこでモニカコラボとヒントが出てて、モニカコラボのヒントが、それが異世界転生ファンタジーアニメ化されている作品っていうのが出てきたんですよ。もうなんかもうすでにヒントを言ってるような状態になってて、公式のツイッターで。でもその時点でまずあのメイドラゴンは消えたわけですよね。小林さんちのメイドラゴンがこうやってもう消えまして、おダンマチも消えましてね。ダンマチもあれ異世界転生じゃないですから、あのヒントからもう結びつくと、もう俺コラボもう1個しかなくない？異世界転生ものをアニメ化されている作品、さらにまああのあと、まあ、モニカがコスプレできるまあキャラクターがいるところ、神道天音ちゃんが言ってましたけど、そのヒントを言ってしまったらもう絶対バレてしまうからヒントを言えないってことは、異世界転生もので唯一無二の、まあ唯一無二というかもう言ったらすぐバレてしまうような、その個性のある個性豊かな、な唯一無二な個性を持っている異世界転生というと、もうテンスラしかないよね。あとオバロとかあったんだけど、オバロオーバーロードとかもあったんだけど、オーバーロードはその要はモニカがコラボするにはちょっと難しいというか、ロゼリアだったらちょっとオバロー似合うかなって思うんですけど、モニカのちょっとオバロはちょっと違うかなっていう。まずリムルがね、主人公のリムルはやっぱクラタマなんですよ。主人公リムルはクラタマなんですよ。で問題はもう一人もう保証確定なのが双葉つくしだと。ミリムっていうキャラクターがいるんですよ。ミリムっていうのが、でもミリムってほぼ知女だから、そのちょっと衣装がな。あとでもしずさんがいる。しずさん、えリムルとしずさんが星4かって言ったら結構納得できる組み合わせ。こんな早かったっけな、イベントボーナスガチャ。これなんか面白いロードはね。まやちゃん、まやちゃんかりさ姉かひなちゃん。あ、まやちゃんだ。やった。ジャージじゃないんだね。